頑張って、ライフセット。出口は絶対にあるはず。じゃない、ここは何なのよ。地脈だ。無事だったのね。そうとも言えん。地脈に閉じ込められたようだ。もっともあの場に残っていたら今頃生きていなかっただろうがな。地脈、この空間のことね。ああ、自然の生命力が流れる川のようなものだ。世界中に存在するが、普通は見ることも触れることもできない空間だ。そんな場所に、なんで？カノ主とライフセットの力がぶつかって、地脈が開いたのは間違いない。つまり、そいつの力があれば、元の空間に戻れる可能性があるが、この様子では無理か。もうすぐ傲慢化するぞ。バカなこと言わないで。力を使いすぎたせいなの？まだ止める方法はある。正常なものを器とし、それに宿れば精霊は傲慢化を防ぐことができる。あんたも
これが俺の器だ。だがこいつは訳ありでな、死神の力を持っていないと宿れない。じゃあ他に何か。大魔師なら可能です。我ら大魔師は自らの心身を器として精霊を宿らせ刺激しています。私がその精霊の器になりましょう。なるほど。つまりあんたを動けなくして器にすればいいわけね。近づけば死にます。そうなればその精霊はゴーマになり、あなたたちはここから出る術を失いますよ。えげつない駆け引きするわね。敵を知りその弱きを攻めろ。戦いの基本です。アルトリウスの弟子らしい卑劣さね。違います。私は大魔師の力を取り戻した上でゴーマ・ベルベット、あなたに決闘を申し込みます。私が負けたら何でも言う通りにしましょう。死でも器でも好きに命じなさい。ほう。ベルベット、死なないって。分かった。この精霊の名は、本来は主がつけるものですが、今はまだ私のものではありませんから。ものじゃない、ライフィセットよ。ライフィセット、それなら。原始の泉に生まれし者よ、今盟約の契りを交わし、我が確約たる神に正常なる世を生む一女とならん。覚えよ、汝に与えるマナを。いきなりこんな場所に？何がどうなってるんだ？あの棒、まさか地脈を開くとは。マギル。ベルベッタの復讐見物もこれまでじゃな。つまらん落ちちゃったわ。ま、どうでもいいがの。まだ死んだとは限らん。生きておってもしまいじゃよ。あれだけの力量差を見せられておれんはずがない。ジューガルドかけてもいいぞ。その賭け乗った。ライフセット、あの女大魔師は。何があった？そうか、例の女大魔師がライフィセットの器にな。で、そいつはどこに行ったんだ？六郎たちがここにいたということは、あいつも近くに出ているはずだ。何としても探し出す。そんなにムキに並んでもよかろう。助けるって決めたのよ。それにあの子の力は戦力になる。さっきの賭け忘れるなよ。エナブジュー、わしのジューガルドが。Thank you.
あいつ、逃がさない。しかし、タイマシが精霊の器とは…マギル、お前もそうなのか？清らかすぎる乙女のわしは、精霊が宿りたい器3年連続ナンバーワンじゃよ。なら、
エレノアの代わりにあんたをライフセットの器にしてもいいのね。却下じゃ。わしは美炎風一匹で手一杯じゃし。美炎風を食らえば空きができるでしょ。ビーン！相手も無理じゃ。お主らも見たじゃろ。某はあのとんでもない金主相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんとではとてもとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。けど、あの女大魔師は器になれた。エレノア様はマギル姉さんより頑張り屋さんでふから。では、なおさら探し出して倒さねばのう。みすみす強力な敵を増やすことになる。見つけるわよ、絶対。ここは遺跡みたいだが、どこなんだ？壁や柱の様式から考えると、ここは聖主ウマシアを祀った古代の地下聖殿のようだな。ウマシアは地を司る聖主様じゃったの。そうだ。俺たちが地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。地脈というのはそういうものじゃない。普通の人間には知覚できない自然の力の流れだ。だが古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。人間は彼らの導きによって聖主に近づくべく地脈の近くに聖殿を作った。おほう。聖主は自然の力を操る存在。地脈を聖主と同一視して御神体にしたってわけか。そうだ。聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまりどこも似ておるゆえ、外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明好きよね。はっ！あなた方は。おお、カメ人が店を出しておる。いいところであったわ。補給をお願い。いいっすけどダメっす。今回は割増料金でお願いするっす。これ亀屋、知っておるか？この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を食らう？そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリと美味しくいただいてしまうとか。ひぇー！おいらアコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまりー。恐縮す。
Thank you.
やれやれ、探索船バツビオ。いざ参る。蹂躙しろ。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。蹂躙しろ。ケメマキフッ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 ずいぶん変わった立ち筋ね。油断するでないぞ。クリア。呪い、そこよ。そこだ。呪い、そこよ。とどめ、そこよ。クリア、クリア。呪い、そこよ。クリア、呪い、そこよ。クリア、逃がしたよ。邪魔よ。そこだ。片付いたみたい。行くわよ。行くわよ。呪い。捕らえられない。効果的。効果的。
の死を逃れない。くらえ尽くせ。ネコリンのか。逃すはずない。ネコブリカード。オーガンジュン。ゼップ。一ロット。ディエメイクス。ゼップ。ディエメイクス。オーガンジュン。ウィンドラッシュ。オーガンジュン。逃がせろ。オーガンジュン。スプリンクステップ。オーガンジュン。この程度。アクアスプリンク。エアスラッシュ。本気になるまでもなかったな。